こちらが今回使用した小型の Wi-Fi ルーターです。横の面を見てみます。 USB ポートとオート自動モードとアクセスポイントとコンバーターのモードを見てる。ちょっと近づきますね。こいつで真ん中はリセットですね。裏面見てみます。 MZMF300D と書いてあります。プラネットコミュニケーションの小型のルーターです。で何チャンネルがあって、ドメイン名とパスワード、この下側に書いてあるのは SSID になります。裏面です。と LAN ケーブルが本線の方につながっています。こういう感じですね。今緑のランプが点滅してますけども、アクセス中ってことですね。終わります。